お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのね、枯渇デッキ紹介していきたいなと思います。こちらね、前にも一度紹介したことがあるんですけども、それからめちゃくちゃ流行りに流行って、今ね、もう超流行ってます。めちゃくちゃ使われてます。この枯渇デッキと。というわけで、やっていくんですけども、ムートがね、ここ最近ちょっと強いというか、すごい使われてて、エレジャイデッキにもたまにムートだったり、こう、まあ、この枯渇にもムート、あとはスケラデッキにもムート、迫撃砲デッキにもムート、ウォールブレイカーデッキにもムート、まあ、みたいな感じで、結構ね、ムートの採用率が高いんですよ。まあ、理由としては、ハンターですね。ハンターがマジで今強すぎて、ハンターメタの、まあ、ムートっていうところで、まあ、流行ってると思うんですけども、めちゃくちゃね、このムート入りの枯渇、まあ、ハンターも入ってるんですけど、強いかつ、使いやすいんですよね。そう。なので、一応ちょっと使ってもらいたいんですけど、皆さんに、こう、基本的にはウォールブレイカーセパしつつ、で、こう、相手が対応してきたのを、まあ、ユニットでね、回収して、そのままね、カウンターのゴブリンバレルだったり、まあ、みたいな感じでね、結構まあ、シンプル。なんか、ウォールブレイカーとゴブリンバレルっていう攻めカードが2枚あるので、まあ、その2枚で攻めつつ、あとはしっかり防衛で使いつつ、みたいな。そんな感じですね。さあ、これも全部プリンちゃんで回収していきます。で、ボンバーがね、結構痛いんですよね、あのダメージ。2発で、いくらや ?700 近くっていう、結構やばいんですけど、ここワンチャン延命してもいい気がします。延命して、まあ、あとはなんか両サイドに振るっていうのも、この枯渇デッキちょっと大事になってくるかな。ハンターさあ。で、ユーノはね、端前から行ってもいいんですけど、キング起動されるのがちょっと嫌なので、とりあえずね、一旦後ろから行きます。で、これトルネ警戒ですね。もう一個奥でも多分大丈夫なんですけど、手前すぎたんですけど、一応トルネ警戒して、さあ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 。で、ここは、守りつつ攻めつつのウォールブレイカー。いや、ボンバーがマジで強えんだ。ボンバーが強え。さあ、今回ってゴレだから、できるだけちょっと前半の間に攻めちゃいたいって気もしますけどね。これ言うのに絶対リクサックから、ムートも出してあげたら、相手結構コスト的にね、きついんじゃないかな。さあ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 、両サイ入っていく。で、これはね、まあ、プリン、からのこれウォールブレイカーであれですね、守りながら攻めれるこのウォールブレイカーが強いです。よしよしよし。いやー、これね、めちゃくちゃ大事っすね。なんかウォールブレイカー使いの人みんなするんですよ、この守りながら攻めるウォールブレイカーで。ここでちょっと攻めつつね、しっかり相手守りやれよっていう、よしっていうの出しつつみたいな、まあ、こうしとくと相手がなかなかやっぱ攻めれないんですよね。で、ゴレ出した時にはもう僕がね、なんなら一本降りに行っちゃうよっていう。よし。さあ、コスト使わせて。あ、俺のウォールブレイカーがちょっと。さあ、なんならここ延命できそう。さあ、からのユーノも出してあげて。よしよしよし。相手全然これ出してこないですね。てか、まあ出せないと思うんですけどさ。これ出してきた。で、ここはちょっとね、しっかり守ります。守りつつ、攻めます。攻めますっていうか、攻めたいんですけど、ちょっとプリン残ってくれるとやばいよねっていうさ。なので、まあ、ここはもう、あとは、ランバーだけ気をつければ、さあ大丈夫というわけで、一応2本目もね、あと1300削ってますので、いけるよというようなデッキです。なんで、形作られると、結構こう、ね、もうゴレだくね、ランバー、ベビドラとか来ちゃうと、なかなかね、タワー1個守るっていうのは、結構レベル高いと思うので、まあ、両サイド削って、まあ、もしね、1本折られても、2個目ね、すぐ取れるようにしとくのが大事かなと思います。まあ、ハンターとデリバリーとか、意外とムートとかあれば、思ってる以上に守れるもんなので、で、こう、遠目にね、プリンセスとかも出しとけば、コウモリとかも処理してくれて、みたいな。はい。いや、めちゃくちゃ好きなんですよね。てか、僕、枯渇がね、意外と好きなんですよ。おーい、電車デッキ登場。やば。今、レイジでウォールブレイカー、守られた。めちゃくちゃうまいレイジされましたね。さあ、ここを攻めていきます。枯渇好きなんですよね、意外と。多分僕の動画の頻度、なんか枯渇が地味に多い気がする。最近気づいたんですけど。
でもテスラ枯渇とかインフェ枯渇は僕なんか苦手なんですよね。バレバレ枯渇とかなんかちょっとこういうムートとかユーノとか入ってる枯渇はすごい好きなんですよね。さあこれちょっと暇なのでちょっと攻めてあげて一旦。よし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 。さあウォールブレイカーが2発ドゥーン。でこのスパーキーはちょっとあれっすね、デリバリーとかスケとかでこれザッパったかな相手今。さないことを祈る。さスケだけで守れたのはでかいっすね。だって今のスパーキー5ワードですからね。相手のスパーキーを逆サイ攻めたことによって今のがね成立しました。これはなんかハンターとかムートとかがなく、カウンターに繋がらないの嫌なので、まあ、デリバリーで抑えれば、まあ、一番コストね低く収まりますし。さあそろそろエリポン置かれそうだな。エリポンないのかな、もしかしたら。なんかザッピーレイジスパーキーっすね。エリポンはなさそうで、ダックプリミニペン、いやこれもなんか硬い作られたらすごい嫌なんですけど、待ってこれ多分ミニペとかだと思うんですよ。もう僕ぶっぱしていい気がする。ぶっぱしてよしよしよし、ユーノ頑張れ、ユーノ頑張れ、ユーノやっぷりん。いやーこれ残ったらめっちゃでかかったのに残んなかったっすね。たまたまコウモリとか来たらすげえラッキー。あ来た、よし。はい、でここで守りつつ攻めつつ、いやこれは決まるぞ。ウォールブレイカーが止まらない。このデリバリーから出てくれた新兵隊が地味にいいっすね。さあこれもまた左なんならぶっぱしちゃいたいけどな。あ一回手がザッピーから来たのでもう一回僕後ろから行きますね。さあここ行っていい気がするんですよ。僕結構決め時だと思うんですよね。いやこれなんならスパーキー延命とかないのか今。いやでもぶっぱでタワー折れる。でここの防衛がねちょっと守れるのがすごい際どいラインなんですけど、まあ、守れたらいいなーなんて思いつつ、いや守れそうですね。いやハンターが今の見ました。スパーキーワン、お待って待って待って、守れそうじゃねえ。いや守れるんかい、なんやねん。まあ、今落ちてても一応ね相手のタワーこれ750で僕3500だったので、これもね序盤の間に両サイド削っていたので、まあ後半こうもしおられても大丈夫というような立ち回りですね。こういうのが大事ですね。枯渇デッキってこうまあ 1-0 で勝てればいいんですけど、こういう施設内デッキって最後にぶっぱされたタイミングで1本おられることがよくあるので、まあ序盤のうちにって感じですね。さあトルネ使った、トルネとナイト、トルネとナイトは何や、あ遅延スケラデッキとかなら考えられますかね。スケラデッキ、さあちょっとウォールブレイカーセパとかしつつ、あ待って、ナイトが思ったよりしぶとかった。うわ待って、違うクロスだ、遅延テスラクロスだ、これはやばい、やばい気がしてきた。この、まあ、ムートがいるんですけど、デリバリーが世界一輝かないですね。で、このデッキ、デリバリーが有能の方もあるんですけど、まあ、デリの方が結構使いやすい気がしました、僕の中では。いや、有能ちゃんナイス。いや、これ起動できない。いや、でかい。いやー、まあまあまあ、頑張りましょう、気合で。気合で頑張るしかないですね。もうムート出しても端前多分クロスナイトされるとちょっときついんですよね。ムートハンターまでやっちゃいたい。相手今トルネ使ったっすよね。このプリン延命結構大事になってくる気がするな。アイウィズが、あ待って、ちょいちょい強い強い強い、よいしょ。さあ延命しつつで、いやこれ結構ブッパダメかな。で、なんなら、これ、ここで、いけ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 、もう事故って、事故ってくれて、ああ、言うの、今の今、なんで、いいやつすぎるだろ、今。いいやつじゃねえ。バカでしたね。なんで今、タワーの方が絶対近かったっすよね。だから遠回りしてナイトの方に行ったように見えたんすよね、僕は。まあでも、このダメージはでかいけど、いや、これっすね。これを僕はどうするか。この、こっから追いつくのがね、大変ですね。追いつくというか、逃げ切るのが。まあでも、こんな感じで、
ちょっとあの、壊すのが大事っすね。いや、でけ。いや、でけ。いや、でかすぎ。でかすぎた。さすがに神。からの、クロスが来そう。多分、ロケだけだったら多分もう大丈夫だと思うんですけどね。とりあえず、程よく攻めます。程よく攻めて、クロスを壊したいんですよね。あの防衛クロスを僕は。テスラ違うよ。君じゃないよ。さあ、次ですね。ここを耐えられるかどうか。なんなら攻め取るねも来ると思うので。よし、最強の位置のムートっすね。理由ので、ピピピ、ナイス。で、ここはちょっともう、受けるのを覚悟決めて、確実に壊します。ちょっとやばいっすよね。ちょっとだけ、ちょっとだけやばい気がする。いや、でも、いや、勝てる。いや、ここ勝つのはでかい。さからの、U の追加でナイト来る。で、相手、ウッドを使いたいぞ。え、トルネ使った。さあ、ウッドを使ったら、このゴブリンバレルが止まらんぞ。いや、止まる。いや、始めプリンで稼ぎます。いや、ムートいるのでいけー。よし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 。いや、このムートでいけー。働け、働け。働くんだ。で、一応クロスも警戒して、いや、来なくてもいい、別に。もう、ぶっぱしてもいい気がする。あの、テスラ残りがちょっとやばいかな。さあ、一応ここ壊す。ちょっとやばい。待って、ちょっとやばい。ちょっとやばい。うお、怖い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 。やむとナイス。で、一応ここ攻めつつ。いや、プリンが頑張ってんな。プリンがあのクロスずっとちょっかい出してる。いや、プリン、プリン。いや、プリンナイスすぎる。よしよしよし。耐えろ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 。耐えろ。よしよしよし。で、ここ攻めて、しっかり攻めるのも大事なんですよね。で、一応じったけ取れる、取れそうなやつだけ出していって。怖すぎる怖すぎる怖すぎる。マジで耐えてくれ耐えてくれ。俺耐えろ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 。ムート君ならいける、君ならいけると信じてる俺は。よしよしよし。ウォールブレイカー出すかすげえ迷うんすよね。なんか壊されそうじゃないですか、すぐウッドとかで。いや多分大丈夫だよなこれ。ロケ、よしよし、耐えろ耐えろ耐えろ。もういっぱい出す、いっぱい。よしよしよし、来た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 。怖えー、さあ、グッドゲーム。いや、これも、結局、ムートだから、勝てたみたいなね、ところはありますね。まあ、デリバリーは、クロスに対して全然活躍しないので、まあ、基本的には、まあ、出さなくていいかな。今みたいな立ち回りで、いいんじゃないかなと思います。さあ、もう一戦行っちゃいましょうか。でき、クロスに勝てるのはでかいですね。まあ、あの、相手が5ウッドじゃなくて、あの、アーチャー型のね、アーチャー型の5ウッドだったら、よりきつかったのかなとは、思うんですけど、まあ相手アイスウィズとかが意外とムートとかにも弱いのでね、今みたいな感じでいけそうでしたね。さあ、よろしく。とりあえず、まあ、なんかバレルとか、ウォールブレイカーとかの、おお、ウッド使ってきた。で、あの、一応トルネキ1回、一応トルネキ1回、序盤でトルネキ緊急動されるのが一番痛いんで、なんでしょうかね、ミニペメガゴ。ミーペメガゴってなんだ、ゴレか。でもウッドだったんすよね。ああ、これ殴られるんか。痛すぎ。これ両サイ受けれるよね。いやーなんだこれ。うん、いやでもゴレっぽいな。ゴレなのにウッドみたいな。そんな感じ。さあこれ逆サイ。これもう結構ぶっぱしちゃいたいけどな、僕としては。僕としては結構ぶっぱして、もう一本折れてハンターで守りみたいな。うわ、待って、神のウッドされる。うわ、最悪だ。いや、でも入ってる。いやー、これがね、多分守れないんですよ。と思いつつ、いや、守れるかな、このんちゃん。まあなんか低めで、ハンターはちょっと残したいなぁなんて思ったんですけど。いやぁ、待って、これキング行かれるかも。いや、あの、本当に最悪のパターンある。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 クラロワあるある。この、守ろうとして守れずにキング行かれるパターン。あぁ、待って、いい、なかなかいいウォールブレイカーしたでも。神の時間稼ぎ。よし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 。いや、なかなかいいウォールブレイカーした。ここちょっと。いや、ムート残った方が神なんだけどな。いや、残りそう。残れそう。
なんなら君なら残れる。メガゴー、うわー、強っ。あいつ腕やべえな。筋肉んだな。ウッド使ったな。とりあえず一本折ります。からの、左もちょっと僕はもう、狙っていかないといけないですね。からの、いや、なんならぶっ破していい気がするけどな、俺。ここで左を攻めることによって、相手にね、防衛コストを使わせます。そうすると、このゴレを楽に対応できると思いきや、ゴレダクに来た。待って。よし、その気合の耐え。後ろ行って、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 後ろ行って。よしよしよし。よしよし、いや、でかい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 。で、ちょっと、ムート出しちゃって。耐えろ耐えろ耐えろ。耐えれるしょ。耐えれるしょ。待って、コウモリ事故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 。で、真ん中。ちょっと怖い怖い怖い。いや、これウォールブレイカーでちょっと逃げる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 。一回逃げる。一回逃げて、あと100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 が一番遠い。あと100世界一遠い、このデッキ。あと100世界一遠いって。あ、しまい、プリンで。いや、走ってきた。オブで。いや、怖すぎ。怖すぎ。いや、なんか、あの防衛むずいっすよね。ゴレダクネ来て、追加来る時の、ハンターで先に溶かすのかどうかみたいなところあるんですけど、まあ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 、ちょっと怖かったっすけど、まあ、勝てたからね、よしとしましょうというわけで、ぜひね、両サイド攻めを皆さんね、こういうデッキでは、意識して使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。